ソサエティ5.0番スマートシティ設計のためのエネルギーマネジメントシステム評価プラットフォームの構築と題しまして、早稲田大学理工学術院教授、スマート社会技術融合研究機構機構長、先進グリッド技術研究所所長、林康弘先生よりご講演いただきます。林先生、よろしくお願いします。 はい、ただいまご紹介に預かりました、早稲田大学の林でございます。えー、私どもの方うは、ソサエティゴー5.0版のスマートシティ設計のためのエネルギーマネジメントシステムの評価プラットフォームの構築ということで、えー、発表させていただきます。われわれは旧大学のチームと3つの企業との連携のコラボレーションでのチームでございます。まず最初に、えー、電力エネルギー分野におけるイノベーション時代の到来ということで、えー、ご説明させていただきたいと思います。 ご承知のとおり、エネルギーインフラは作る、送る、使うという、一方向の流れから、世界の潮流でございます脱炭素化やデジタル化、AI 化普及、さらには SDGs、ESG 投資等々で、大規模の集中型電源が分散型パワーリソースであります太陽光や風力の再生可能エネルギー、蓄電池、電気自動車等にシフトしてまいります。これはある意味、産業構造が刷新されるという大きな動きでございます。 日本においてはどうかということでございますけれども、全体の84%を火力で占有しておりまして、エネルギー自給率はわずか6%、海外の化石燃料依存度は87%となっておりまして、国府が大体年25兆円流出しているという状況でございます。そういった中、わが国は大きな課題がいくつか課せられておりまして、一つが CO2 排出の目標でございます。2030年年億億トン2050年は2億トンと エネルギー自給率目標量は24%、またエネルギーの制度改革ということで、ご承知になってますと思いますけれども、2020年度には発送電分離、またエネルギー市場の整備といたしまして、2020年には容量市場、2021年は自給調整市場ということで、再エネ等々に対応する意味での市場の整備も進んでまいります。さらに、先ほどお話ありましたけど、内閣府のソサイティ5.0の中で、コアシステムの3つの1つでございます、エネルギーバリューチェーンの最適化の達成ということも求められております。 これらの課題を達成するために、我々はこの分散型パワーリソースを国際標準化でつなげて、新たな価値を生むということで、日本の強みでございます電力価値、環境価値、エネルギーシステム価値のこれらの連鎖の最適化を行いまして、我が国をです、ね、高自給率の脱炭素型の再エネ、蓄エネ、省エネのパックの輸出国ということで、エネルギーの資源輸入国からパックで輸出する国へという変貌を遂げなければいけないというような状況になっているかと思います。 そういった中、日本の電力システム、これからどうすべきかということでございますけれども、大き,な大きく3つの動きがあると思っています。1つが第5次エネルギー基本計画にございましたけれども、再エネの普及で主力電源化でございます。また2つ目がです、ね、総理が官民対話等々でありましたけれども、ネガワットの促進ということで、消費のスマート化で、デマンドレスポンス、VPP やネガワットなどの普及です。 また3つ目が、これらの2つの発電側と需要側の動きをこうつなげてです、ね、マネージするという意味での送配電網の高機能化がございます。まあ、そういった中で、まあ、再生可能エネルギー電源というのは変動電源でございますので、いくらでも入るというわけでもございませんし、入る中では、ネットワーク全体でのまあ電圧や周波数の問題があります。一方で、需要側、ございますけれども、インセンティブのある電力削減とか、えー、こ今回もございましたけれども、まあ、停電時の対応等々ということの課題がございます。 私どもはこれらの解決策としまして、やはりこの操るということがキーポイントになると思っております。要は、このエネルギーフローを最適管理する司令塔であります、ネットワーク側のグリッドの EMS、また住宅のヘムス、ビルのベムス、工場のヘムス、シティのセムスというような、これらがこの解決策になりうると我々は考えております。 また、ソサエティー5.0というのが、まあ、実世界とサイバー世界の融合でございますけれども、まあ、それもエネルギー版で見た場合ですね、先ほどの動きを考えた場合に、やはりそのリソースというものは、分散型のプロシューマーのエネルギーリソースだと思っております。まあ、例えばで、蓄電池だったり、ヒート供給器だったり、燃料電池だったり、まあ、スマートメーター、いろんなものがこうつながってくると思うんですけれども、これらのリソースをやはり見て、考えてつな動かすと。 ということでセンシングとプロセッシングとアクチュエーションということが大事でどれくらいこう電気を使っているのか発電しているのか溜まっているのかということを見ながら、まあ、高速のリアルタイム制御で考えて例えば発電、負荷、蓄電をどう動かすかということを動かすということで、まあ、こういったものを情報と、まあ、実世界とサイバーの世界を国際標準でつなげるというまさにこの見る、考える動かすというのがまさに次世代のこのエネルギーマネジメントシステムにあると思っております。 こういったこの次世代のエネルギーマジメントシステムの導入の効果ということでこれよく使っている絵ではございますけれどもこれまでは使う、作る、ためるということが独自に行われていたわけですけれども横軸をエネルギーコストこれは経済負荷として捉えまして縦軸を環境負荷これ CO2 以外にもです、ね、利便性とか快適性とかです、ね、そういったものも含めて考えていただければと思うんですけれどもそういったものがあった中でこの見て考えて動かすという流れの EMS が普及していくことによりまして いろんなところでこの EMS が入っていきますとその結果例えばコストが下がるまた環境負荷が下がるということでこの縮小された必要な負荷に対してこの削減分がこの EMS の導入価値というふうに我々は捉らえております。でこういった EMS をエリア全体でどう考えていくかということでございますけれども例えばですね 例えば太陽光と電気自動車のパックがあった時にここは点である家にこう入っているという場合にここのエネルギーの管理というのは私は点のエネマネだと思うんですけれどもそのつながったものが先が電力のネットワークになっているというふうにあるんですけれどもこの点のエネマネということでその太陽光や蓄電池が入ったところでのエネルギー制御での効果がまず1つ。 でこの点がですね、この流れた電気がネットワークに流れてきますので、例えば太陽光がたくさん流れてくると、電圧が上がって、ネットワーク事業者は管理して、適正範囲に管理しなきゃいけないですね。そういったものをしっかり管理するグリッド側での線のエネマネという話が出てくると思います。 つまり、点のエネマネ、線のエネマネ、そしてさらにはエネルギーのネットワーク全体ですね、たくさんの点のエネマネシステムと線のエネマネシステム全体のこの面のエネマネシステムということで、流れる電気の流れを、配電の損失、エネルギーロスが最小となるような送り方をどう制御するかという、これがまさに面のエネマネというふうになると思っております。こういった点、線、面のまあ連鎖、すなわちこのエネルギーのバリューチェーンの最適化にほかならないというふうに考えております。 一方、スマートシティということで、ちょっと見方を変えていきますけれども、そのスマートシティというものの、まず目標は何かということでございますけれども、やはり環境価値、エネルギー価値、サービス価値の3つにあると思います。でこういったものを、やはり KPI というような指標で評価して、この指標を上げていくことで、まあ、都市機能の改善ということを図っていくべきであるということで、これは分かりやすい話ではあると思うんですけれども、課題がございまして。 各地方自治体の方々、いろいろこういうのをやりたいとは思ってるんですけれども、それ、一体自分たちの地方自治体とか都市でどれくらいできるのかとかです、ね、どう評価するかというのが非常に難しいとよく言われております。例えばですね、太陽光や EV とか、どれくらい入ってくると、その CO2 の削減効果があるのかとか、そのエネルギーの効率化が上がるのかとか、また災害時にどうやって分散型で、その、 例えば、いろいろ市民の方々にエネルギー源を供給するのかといった話があるんですけど、こういったことをエネルギーバジブルシステムを導入して評価しようにも、そのシミュレーションモデル、都市のシミュレーションモデルそのものの、実際のエネルギーのフローが入った厳密な解析に基づくものっていうのは存在していません。まあ、そういった中で我々、われわれが先ほど藤田総括からもありましたけれども、われわれのチームのモットーは、その評価する、まあ、EMS の手法を開発するんですけど、評価のプラットフォームをしっかり作りましょうということでございます。 このプラットフォームは大きく2つのプラットフォームからなるんですけれども、1つが先ほどありましたそのスマートシーそのものの実際の電気の流れ等,等を管理、制御できるシミュレーションプラットフォームでございます。 とはいっても、そこに先ほど言いましたけれども、ヘムスだったり、ゲムスだったり、いろんなものが入ってくるわけですけれども、そういったものを実際、もう一つのプラットフォームであります、実験のプラットフォーム、新宿実証センターというのがあるんですけれども、先ほど動画でもありましたけれども、ああいうセンターで実際の家電機器やエネルギー機器を実際、リアルで通信制御で、標準でつなげて、それでしっかり確立したものを、このデジタルの世界のシミュレーションモデルの中に組み込むというようなシステムリンクの設計ということにすることで、このシステムリンクの設計ということにすることで、 プラットフォームそのものが実際のリアルなものの価値をしっかり生み込んだ形でモデリングすると。こういうものはこれまで一切なかったと思っております。でこういうことをしていくことによって、我々はさまざまなチームの手法があるんですけれども、この手法で開発したものをまずデジタルの場合はシミュレーションのモデルで入れますし、実験の場合はこっちで実際実装するというようなことをやっていきながら、最後の社会実装というふうに展開していきたいと思っています。で、その結果をどう戻すかという話になっています。 本来、今まではこういう手法があった場合に社会実装って望むんですけれどもいきなりということはなかなかこのリスク実装のリスク等々もありますのでこういうものはできないという中でそれならば我々がこういうデジタルと実験のプラットフォームを用いましてここで一回入れながらここでしっかり確立して実装するということで後ほど紹介しますけれども実際の配電損失最小化の手法を実際東京電力パワーグループさんの協力で実際実装しましたのでそれの評価も ご説明したいと思ってますでここからの2つのプラットフォームの活用成果の紹介をしていきたいと思います。あのなるべく動画で、あまりこの細かい話よりは、あの入った EMS でどんなことができるかということをわかりやすく説明したいと思います。でえー、とこれがです、ね、外,から外で,です、ね、実際はこう配電用変電所からです、ね、電線がこうあって、皆さんの家にこう届くというのが、この実際のこういうイメージです。 でこの実験プラットフォームでは、この電線のネットワークを実際実験するエリアと、この家側にいろんなエネルギー機器がつながったときを同時につなげながら制御するという実験エリアがございますで。この2つのエリアを統合するマネジメントの実験エリアがございます。そういった中で、我々は、あはこれから紹介していきますけどまずこの家の中の実際、機器を直接つながって通信制御で、このヘムスが制御するという活用例を3つご説明させていただきたいと思います。 でこれがあの先ほどちょっとお話になりましたけれども、まあ、北海道で、まあ、大停電ということで、まあ、震災で、えー、被災された方にはお悔やみ申し上げたいと思いますけれども、まあ、そういった中で、これ、実際、その震災時のです、ね 3, えー、と3時のすねのすすきのススで、うちの准教授の先生がいた時の画像なんですけれども、見ていただくと、全くこの電気がついていない状況で、まあ、自動車の,この照明でなんとなくこう交通整理しているというような、まさにこういうことでございます。 これはあの我々あのここで考えなきゃいけないと思った時ですね、やはり地震の多発国である日本でのエネルギーマネジメントシステムのあり方はということで考えなきゃいけないと思います。確かにあの日本の電力技術はトップクラスで、1.5日でですね99%復旧したすごいとは思います。ただ一方で、今後また大地震の停電した時に、すべてこの安定供給を継続することを電力会社の方だけに依存するというのは本当にいいのかということの継承だと私は実は思ってまして、今後、まあ、 需要化側ですね、住宅側での持続可能な自給自足型の EMS への導入の継承でもないかと思っております。で昨今ですと、PV も大容量化でコストも安くなりますし、EV も重放電気量がついて安くなってきてますので、まあ、そういった中で暮らしの確保と高度自立化ということで、このつながっている電線のネットワークが切れたときに、この中でどう自給自足するかというようなことが大事だと思っております。 そういった中で、われわれは先ほどの新宿実証センターで、このブラックアウトしたときの自立供給のデモということで、実際このヘムスで制御している動画をお見せしたいと思います。蓄電池と燃料電池とエアコンと電気自動車をヘムスが制御しているというイメージでございます。音は出ませんので、まずこう家庭用蓄電池がこうあるということでございます。で、家庭用の燃料電池、これ、ガスで電気と油を作るということでございます。ポイントはこれ分電盤を2つ、まあ 主部電盤と重要負荷の分電盤で、こちらに災害時には蓄電池から電気を供給したり、まあ、燃料電池、これ太陽光でも構わないんですけれども、も、ま、う、あ、ここ供給すると、で今、停電は発生します。これくらいのスピードで蓄電池からすぐ照明復旧しますので、まあ他でこういうシステムがない家は真っ暗なんですけれども、このスピードでまず復旧できます。で当然ですけれども、あの まあ、赤ちゃんとかですね、いろんな水分必要な方々がたくさんいますので、まあ、重要負荷であるその冷蔵庫等々を腐らないための冷蔵庫が動いているということでございます。でこれはあの横軸をです、ね、その時の時間にとりまして、縦軸が消費電力のグラフ、上はですね、で下は発電、充保電のグラフとなっています。で先ほどこう、実際ブレーカーを落として停電を発生されましたけれども、その時にに、この状況でございますで。ブレーカーが落ちた段階では、すぐあのヘムスが蓄電池の。 放電の指令を出しましままて、まず蓄電池がが立ち上がりますで。その蓄電池の下で重要負荷であるやはり寒かったり暑かったりすると体に影響ありますのでそこですぐ空調を起動してまず環境を完備するという状況の動きがこの絵になっています。この時間あの縦軸のちょっとオーダーはちょっと違いますので大体いい同じぐらいのオーダーっていうふうに見ていただければと思います。 それであの蓄電池が、えー、ある程度保ったあとは、えー、燃料電池はすぐ起動できませんのでその間蓄電池でこう助けていくとで後半蓄電池の代わりに燃料電池が発電を再開するというような、まあ、イメージですこれもし太陽光があれば太陽光でもいいですし、まあ、燃料電池と代わりに大容量の蓄電池でやれば今ですともうちょっと、えー、供給できると思いますそれで、まあ、電気自動車の充電を開始するということでご承知の通り電気自動車はかなり電気を食いますので、まあ、燃料電池は700ワットぐらい 容量がありますので、まあ、そういった意味で、えー、電気自動車の供給もできるというような話で、まあ、こういうシステムが今後、安く普及していく、また、えー、都市と、えーまあ、村もあると思うんですけど、そういう山村のです、ね、そういうなかなか電線を送,電線で送るのがつらいところなんかっていうのは、こういう供給システムっていうのは意外とあるのかなというふうに思っております。 で続きまして、えー、と今度は、えー、社会インフラからの要求にやる活用への2つ目でございますけれども、これ、ご承知のとおり、今、九州電力さんの方で太陽光たくさん入ってますけどこの秋なんかもそうですけれども、需、えー、給バランスが崩れまして、この太陽光の方がたくさんこう余ってくる時期、要はその秋になりますと、まあ、需要が減ってきますので、余ってくるとその抑制ということになりまして、これ、えー、国のルールでですね、 再生可能エネルギーの出力の抑制ということで太陽光の余剰電力を実際今までは電力ネットワークに流してその部分あのフィットで回収できてたんですけどこれができない時が来たりとかできない季節とか時期が来ますでそういった場合にどういうふうにするかということで要は自家消費するのが一番いいとそのままネットワークに流すと切られてしまいますのでそれをいかに自家表にするかということでまたヘムスがここでも活躍しましてヘムスが 太陽光の余剰電力を自家消費するということで、まあ、電気自動車とヒートボンプ給湯器ということで、見方を変えれば、移動、モビリティと熱に太陽光の余剰を変えるというヘムスの制御でございます。でこれはあの電気自動車にでありまして、あとヒートボンプ給湯器と、あと太陽光がつながっているという状況でございます。でこれあの 前の日の夕方ぐらいに明日太陽光を切りますよっていう信号が来ましてで当日の午前中に朝にまたさらに切りますよっていう信号がデマンドレスポンスの信号として来ます。でこれ横軸が時間で縦軸が、えー、回電量と倍電になってまして今太陽光発電で動いてますので今売っている状況です。まだあの再生可能エネルギーを出力してくださいっていう信号のその時間帯にまだ来ていないのでこの時は普通に太陽光を使って ネットワークからこうしってますでします。申訳るとデバンドレスポンスのし時間帯になるとなってて分かってきますのでそういった場合にヒートポンプ給湯器を動かして、えー、スタンバイます。あと車両も充電を開始してスタンバイでき、えー、ます。それで、えー、とこの時間帯が来ました。それで、えー、再エネの、えー、こういうふうにこの時間帯になりますとこの余剰で太陽光を流した分はが 切られてしまいますのでそうしないためにこの分の太陽光の分をでで電気自動車の充電とヒートボック時のお湯に溜めていくということをするということですこれこのシフトをしなけゃこのヘムスでこの制御をしなかった場合はこの太陽光はこの分丸々切られて終わりますせっかく太陽光がありますしせっかく太陽電池エネルギーあるのにこれを捨てるという非常に発電機械の損失になると。 いうことでございますけれども、これがヘムスでしっかりシフトしていくことで、モビリティのためのエネルギーと、あの熱ですね、のためのお湯、お風呂に入ったりするためのエネルギーにこう変換しているというシーンを、まあ、ヘムスが演じているということでございます。また、あの需要ピークの時の、ピークの時には今度、太陽光は目一杯出してほしいんですけれども、需、ま、要、あ、を削減してほしいということで、その場合は、 えと需要を下げて太陽光が目いっぱいネットワークに流れますのでここの電圧が上がりましてこれが107ボルトを超えますとコンセントの電圧を超えますとえ止まってしまいますのでそこを今度はネットワーク側の GEMS でえ管理します。これはあの結果しかあの見せしませんけどあとでデモンストレーションのセッションでこれ実際新宿実証センターでリモートで制御できるようなセッションも、えー 今回我々工夫してますので、また体験していただければと思いますけれども、要はこの電気代が高い時間帯に当然消費を下げますので、この分の太陽光がまるまる電力のネットワークに入っていきます。そうしますと、その結果、何もしないと赤の,この上限の電圧を超えてしまいますけれども、この時にこの電力の流れを計算してセンシングしながら電圧を制御することで、ネットワーク側も。 ちゃんと電圧を管理できて安定供給できますし、需要化側も目いっぱい太陽光を流せるということができます。続きまして、ここからがシミュレーションのプラットフォームの方の活用成果の紹介をさせていただきたいと思います。先ほど、クリス総括からもございましたけれども、まあ、我々はその Society5.0 版のです、ね、スマートシティの設計というふうで、ことでまあ、やりたいことはこのようにですね、実際のリアルな電気が実際に電線を流れて、 気象状況がここにメッシュで入ってきて、その中の EV の充電状況がどうとか、そういうことをやりたいんですけども、そのために実際デジタルのプラットフォームもしっかり作らなきゃいけません。で衛星データ、これ、ひまわりのデータ、これ、中島チームからデータいただいてますけれども、こうこをしっかりまあ連携する、また、配電ネットワークということで、どこにどれだけ電線が,流れて電線が配置されてるかという話とか、あと需要側データ、これ、下田チーム、下田先生たちに。えー 協力いただいてますけれども、これ地域ごとの需要のデータ等々の推計、また地理データ、用途別ですね、商業とか工業とかということで、こういうまずデータのセットと、ここに我々がさっき言った開発するエネルギーマージメントシステムをこう導入して、どうなるかということを評価したいということでございますので、そういったものを構築すると、で構築した後何がいいかというと、ですねさっきありましたけれども、将来、この都市で、例えば EV が普及したら一体どうなるか、環境価値がどうなるのか、あと、えー 例えば、えーとですね、安定供給面で大丈夫なのかとかそういったものをです、ね、将来シナリオでこういう EMS の導入効果を解析するときに デジタルの世界でいろんなパターンのシミュレーションができますので、太陽光が大幅に普及した場合、例えば EV がすごく普及した場合とかですね、あと自分たちのさまざまな発電施設を入れてどうなるかっていう話とか、こういうことが解析、評価できます。例えば太陽光の発電の導入量がどれだけ増えるかとか、ネットワークの配電措置がどれだけ減るかということも評価できるようになっています。こういったものをまあデジタルツインと言いますのは、実際のリアルな、まあ えとフィジカルなものを実際デジタルな世界にあたかも同じようにこうツインのように表現するということでございます。でこれをですね実際、狛江市ですね、東京都の狛江市でえやってみました。えっと、1万世帯ぐらいがありまして、18本の配電線でこれ、配電線でございますけれども、太陽光が大体80%導入、勝手に導入させてみてます。で実際2016年の5月 の話ですけどそんなに導入してないんですけどもこれもデジタルツインの状況なので我々が導入して変えることができるとで気象衛星のひまわりからの1キロ平米のメッシュの日射量データの2.5分間分を中島チームからいただきましてその日射データがあった時に太陽光の発電がそのエリアでどれくらい発電するかわかりますのでその推計のもとにこの発電のデータが電気のネットワークに流れる時の電圧の状況をこの色で表現します。赤が上にきついとで 青がが下に行きついとで赤が、えー、と日射になってますでこう今、動いてしまってますけども、例えばお途中で,です、ね、こういう,うに青いエリアが結構あるということは、太陽光を入れますと電圧が上がりますので、これがずっと、まあ、例えば一番厳しいときに、えー、ずっと青い状態でままであるということになれば、こういうエリアに例えばソーラータウンとかです、ね、太陽光のまちづくりとか、そういうことができるということで、まあ、そういった指標に、その都市づくりとかのデザインに、われわれが貢献できるという形をこう示しているという状況でございます。 これがもうちょっと先ほどののシーーンのイメージでございます。これ,これがこう時間で動いている段階ですけれども、われわれはその先言いました太陽光を目いっぱい動くための、まあ、電力ネットワーク側の電圧制御ということで見せていますけれども、この赤になるのは太陽光の出力、抑制が発生なので太陽光は切られてしまうという状況ですけれども、右側のように、先ほど言いましたように、配電ネットワークの制御を最適化すると、ずっと緑のままというようなシーンになっています。 でさらに、今度 EV の普及ということがあると思いますので、我々は先ほどの太陽光度80%に、さらに EV の導入率50%というものを行っています。で先ほどは従来に対してゲブスを入れて電圧の管理はできたということだったんですけれども、この EV が導入しますと、今度電圧が下側に、青い方に今度触れます。なぜかというと、夕方になると皆さんが一斉にどうしても時間帯で充電してしまうということで、今度電圧効果で下側が。 逸ししてしまうということでございまして、これをちょっと動画でお見せしますと、もうすぐ終わってしまうんですけれども、このえっと後半になりますね。ここは安,安定なんですけど、後半になりますと、このように、えっと、先ほどのグリッドエネルギーマジメントシステムだけでは、やはり下が逸脱してしまいます。でここで、えー、今回のプロジェクトのテーマでありますけども、協調ということがあります。要はえっと EV の充電を、時間をずらしたりとかですね、うまくすることによって、ゲムスとこのヘムスの強調することによって、他でゲムスだけだと青なんですけども、ヘムスが入ることで、この緑ということで、電圧の安定供給ができる、こういう強調の形もこれから模索していくと、ある意味、電線も太くしていかなきゃいけないということで、アセット的にももったいないので、こういう重要化側のヘムスと、ネットワーク側のゲムスの協調というスタイルというのは大事になってくると思いますますた損失なんかもここうういうふうに見せることができております。 ででそれで、えっと、これが、えっと、最後の活用例になりますけれども、あの地域のこの配電損失最小化で、面のエネマでございますけれども、これ、実は配電線の途中にです、ね、開閉器ということで、スイッチの入り切りできるところがありまして、それを切りますと、電流の流れがこう変わりまして、それに従って、配電の損失、エネルギーが熱で逃げます。それを今までは経験で、まあ、プロの経験で行ってたんですけれども。 先ほど話させていただきましたけれども、これ、センサー開閉機というのを設置してまして、これ、通信でつながっているんですけれども、この実データが取れるようになりました。で、そうしますと、このロスが一番最小になるような、どこのスイッチを切った方がいいかということがアルゴリズムで解析できるようになりましたので、その結果をもとに実際実装してみるということで、これを実際、本当に東京電力のパワーグリッドのネットワークでやりました。これはあの世界初だと思ってます。こういうことは多分やったことはないと思ってます。 それでこれがあの実際そのイメージなんですけれども、実際その現場で私たちの方もそも IT 化兵器も見に行ってますけれども、えっと、ポイントは、えー、実際は79台の化閉器なんですけれども、これ、2の79条なんですけれども、大体 6×10 の23条項のネットワークの、配電ネットワークの組み合わせがあります。そこから我々は10分の,、まあ、その電圧、電流を計算して、電力を計算して、ここでロスの一番いい最小となる化閉器の有機状態を戻します。 でその戻したもとで、このセントラルユニットからこの海兵器を入り切りするということでございます。でこれ、早速、我々実証してまして、最新の結果としましてはですね、2018年のその4月、5月に実際、実証してみました。これ、削減分が青なので、えっと我々が考えたロスミンの手法によって、この青が分が削減できています。で、赤いところは少し増加していると。でも、トータルでは大体3.67%削減するということで、 これ3.7%、たかが3.7%ではなくて、常時ずっと3.7%のエネルギーロスが削減できるということは、ずっと継続して積分値で効いてきますので、まあ、こういう非常にいい効果が出たと思っております。最後後に今後の展望ですけれども 今回、さまざ、あ、まな方々、私たちの方はまはあ、スマートシティを切り口して,してますけれども、まあ、このあといろいろプレゼントがありますけどいろんな、えー、領域の方々の先生方がいらっしゃいます。でこういった、まあ、分散協調の EMS と方法論を、まあ、実世界に導入するためには、われわがそのサイバーの世界での、まあ、評価基盤のプラットフォームをつけて、そこを評価して回していくべきだなと思っております。 あと,、えっと、さらなるまあ展開として、ですねあの、スマートシティに実現しようとした場合に、その電力のエネルギーのまあ評価もいいんですけれども、やっぱり交通システムの評価等々も大事になってくるということで、例えば、えー、交通の混雑とか、ですね、そういうこと、CO2 の排出も評価も大事であると思っておりまして、われわれはその次の世代の展開としまして、このように、ですね、えーまあ、人流と人の流れと、あとまあ電車ですね、電車が走った時のこのエネルギーの流、これ、立ち上がるのがですね、その時のあの 電力の消費なんですけどあと電圧を見せるということ等とあと道路の混雑がどう回避するかというこういうまあ展開も進めていきたいなと思っております以上で発表を終せていただきますどうもありがとうございました林先生ありがとうございました